おっとグリス君が S15 改め、なんだっけあれ、あれ忘れたよあれ。来た、雪のしぶきが上がってきたよ。やっとご到着ですね。片割り越えです。チェス、到着、ありがとうございます。はい、今日はどこに行くんですか。どこだっけどこに行くか分からなかったんだね。なんで古川の卓六カップですよ。666GP ですよ。ほら、はい、はい、行くよ。もうほら、会場してるから時間的に。早く早く、そうだよ、忘れてったんだよそれ。俺、大会のやつ、大会のやつ忘れてたよさ。あれねえなと思ったら、あれあいつの車に置いてきてないの。だからすっかり忘れてった。よいしょ、えい、お、くれんの。違う、くれんの。どれ違う、どれどれ、おなんだよ、入ってねえのかよ。役に立たねえな。1万5000円入ってない。十分だ。よし、雪中汚せ。よし、雪中、よし、トレンジャーいざ古川まで行ってみようか。はい、着きました、ファンキータイム。着いたお、はい、着いたお。やつらの車はどこかいだ、どこだ。やつらまだ来ない。遅れ気味。鉄座とかいないな、いないね。いつものメモ、あ、いた、ライボー、レボーアメッケ、ライボーいた。はい、残念ながらヤボの前に FD は止められないような。 FD、ほんまに並べたかったけどね。はい、 FD 並べられないけど、とりあえず今日は頑張りましょう。はい、よ、頑張ろう。はい、はい、予選タイムアタックですね。はい、ゆうりさん解説しますね。はい、コースがこんな感じです。 LC が鬼畜です。 TT もなかなかに微妙に鬼畜です。スピード出てるとね、入んなくなって、俺まだセッティングがまだ完走率3割ちょっとでございます。おはようございます。開催者タクロクさんですね。塊グリスのタイムアタックが次に始まります。さあ、石川君的に塊グリスどう見る。どうでしょうね。やはり中二秒か。中二秒すぎて0チェンジで飛ぶ。なるほど、いいね。中二秒すぎた発言により0チェンジで飛ぶ。これは石川君の予想。俺の予想言っていい。はい、俺はあそこで飛ぶと思う。あそこで、あそこでフラッと飛ぶ。どうなるか、見物だね。はい、グリス、グリスです。あいつ結構いいからね。
12秒。今回はセッティング結構いいからね、決まってるからね、はい、結構入れられると俺厳しいかも。結構早いもん、かなりいいよ。入れて入れられたな。フラフラっていけ、フラフラっていけ、フラフラっていかないか。かなり早い、俺と同じぐらい多分出すな。超えられるかもしれない。おーっせー、予測通りだったろ、予測通りだったろ。あぶねー、あれで、あれで入れられたらやばかったね。入れたら結構匹敵、並ぶか越すかもしれない。回したんじゃない、やっぱ並ぶ。え、33秒55。今んとこ会場内で33秒台に入れるの俺とお前だけだよ。マジで、うん、だからやっぱ俺の予測通り、予測通り早いんだもんね。絶対こいつ早いなと思ったけど、やっぱりそれと違います。だって昨日、まあ、2時間かけてわざわざカロリーカレー、まあ、まあ俺のこのフレキシブルもパクってるし、東北もパクってるしね。東北は誰でもできる。フルカーボン化もね、俺のパクリだよね。まあね、みんな結構公式ガチでみんなやるけどね、フルカーボン化はね。結局ね、まあでもやっぱ、まあ、でもパクったの事実だし、まあ、パクったよな、お前パクったよな。早ければいいよ、早いのが一番いいよ。なんかいろいろ書いてあるけど、あののび太くんとドラえもんとジャイアン、スネ夫まではよく分かんないけど、もうしずかちゃんが消せない。このしずかちゃんはどうした、いや待って、ねえ、これこのしずかちゃんはピカチュウは分かる、なんか間違って、ピカチュウは分かるけど、ポリゴン2もなんか違う、消せない、ちょっと違う、消せない、こんなんだっけかなみたいな。しずかちゃんも昔から比べれば、まだまだまともだよ、ポリコン。ポリコン出るかはいいけど、なんか違えし、これはなんか違う。伸びたのってらしいですよ。あれピチューって書いてあるけど、ピカチュウだし、あれピチューピチューって書いてある、ピカチュウ、あ、あいまいピカチュウ。はい、これの方なんでだよ、あっちもっと無じゃないですか、これでもかなり難しいですよ。これ簡単だよ。いや簡単っすか、ボール取れねえんだけど、ボール取るのは難しい、ところから始まる、こんなもんだと思うんだけど、意外とアームも弱いできた、俺あのこれちょっと回れ、ダメっす。お、これ来るか、いやどうなる、お、今日2球いったぞ、2球もいったぞ、2球だ、これ来るぞ。プロパーの大会終わった1個だけで袋袋になったから、アグリカレーター、いや、この野郎入るわけだよ、もう